あなたの検索方法、それ損してるかも。こんにちは、ヨウトです。皆さん一回はですね、ググル、つまり検索した経験ってあると思うんですけども、その検索方法が合ってるか間違ってるか、もっといい方法あるかとか、そういうことを考えたことありますかね。僕もですね、あんまりそういうの考えてなかったんですけども、ずっとパソコンを使うような仕事をし始めて、検索方法にもですね、テクニックってものが存在するなって感じています。ということでですね、今日は3つのお話をシェアしていきたいと思っています。まず1つ目に、僕がね普段使う Google の便利な機能について紹介していきます。基礎編ということで、すごい簡単なもの、よく便利で使うなっていうものを中心に紹介できればなと思っています。そして2つ目に、 Google の検索キーワードを、うまくねやる技みたいなのがあるので、そちらについて紹介した。あと最後はですね、ちょっと検索方法とかではないんですけども、僕が普段こう検索する上で、生きていく上で心がけていることについて少しですね、ご紹介できればなと思っています。ではですね、今日は iPhone でやっていこうと思います。パソコンでも同様のことはできるので、ぜひパソコンの方もやってみてください。まず1つ目に紹介したいのが、時間を指定して検索結果を絞るということです。例えばですね、iPhone について知りたいってなった時に、iPhone ってこうやって入れると思うんですけども、実はですね、これの、ページが公開された時期とかを絞って検索結果を表示することができます。どうやるのかっていうと、この全てって今なってると思うんですけども、そこを、右に、ね、こうスクロールして、検索ツールっていうのがここにあります。ここを開くと、ここに期間指定なしって今真ん中がなっていると思うんですけども、これをクリックして、時間をね指定することができます。試しに24時間以内にすると、24時間以内に公開されたニュースのね記事がこんな感じで、たくさん出てくるようになります。ということで、この機能は最新のいち早い情報が欲しい場合に便利に使えています。僕も仕事をする時とかも結構使ったりしている機能の一つです。続いて2つ目はですね、ニュースタブを活用しようということです。ちょっと一回この期間指定解除してニュースタブに行くと、ニュースが表示されるタブなんですよ、これ。で、何がいいんだよっていう方もいるかもしれないんですけども、普通の検索結果って、いろんなね、ブログとか、いろんな公式サイトとか、いろんなものが本当にあってですね、どれが信頼できるかっていうのはちょっと分かりにくいんですよ。で、一方ニュースタブは Google がね選んだパブリッシャーが、こう一覧となって、ここに表示されているので、ある程度この全てよりかは、信頼度が高いんじゃないかなって個人的に考えています。ただそのメディアとしての信頼度は高くても、情報が間違ってるケースとかも全然あると思うので、一概にもね、全てよりニュースが正しいかって言われるとそうでもないんですけども、わりかしなんか信頼はできるかなっていうような印象を持っています。はい、ということで、もしですね、信頼できる情報が欲しい場合はニュースタブで見てみるとかっていうのも一つ手かなと思っています。続いて3つ目はですね、ちょっと画像検索いきたいと思います。最近ね、画像検索が本当にすごくて、これ今 iPhone で検索してる iPhone の画像がこうねたくさん出てくると思うんですけども、これ例えば赤い iPhone の写真だけ欲しいっていうケースがあるとしましょう。そうしたらですね、ここの色って書いてあるとこあると思うんですけども、ここをこの赤色、このボタンをね押すと、なんとですね、こんな感じで赤色の iPhone の写真だけこう大体絞られて出てくるようになります。例えばまた黄色の iPhone が欲しいってなったら、黄色をやるとほらこんな感じで、だいたいね黄色い写真が多く割合として表示されるようになっているのが分かると思います。はい、これを使うと、なんか自分がねイメージしてた写真の、色合いとか、あとプロダクトのねこう色とかをこうなんていうんですか、見ることができるので、すごい僕はねなんか便利だなっていつも思っていて、この検索活用をしています。ということでですね、 Google の検索機能3つ紹介したんですけども、続いては Google の検索キーワード術についてちょっと紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、一応基礎編なんで言っておくんですけども、文章ではなく単語でググりましょう。はい、どういうことかっていうと、例えばこう iPhone の使い方とかじゃなくて、ここですね、 iPhone スペース使い方みたいな感じのイメージですね。こういう感じでググっていく方が Google は、よりいい検索結果が返ってきます。また一つ心がけたいのが、左からね重要なキーワードを並べていこうということですね。一番左側のキーワードが、重く、右側に行くにつれてだんだん、ね、重要度が薄くっていうのを意識して、キーワードを入力すると、より自分が得たい情報に見つかりやすいかなと感じています。続いて2つ目なんですけども、自分が必要ないキーワードを除外する検索方法です。
じゃあ具体的にどうやるかっていうと、例えば iPhone 11 Pro、 11 Pro Max ってあるじゃないですか。11 Pro だけの情報欲しいときに11 Pro Max の情報はいらないと。そういう場合にどうやって検索するかっていうと、 iPhone 11 Pro って入れます。でそこでマイナスをね、ここの前に入れて Max ってやるんですよ。そうすると、11 Pro Max の Max っていうワードが除外された検索結果になるので、基本的に基本的に iPhone 11 Pro の情報がですね、見られるっていうイメージです。じゃあどんな感じか見てみましょう。情報で11 Pro だけで検索すると、まあそこそこね、11 Pro の情報出てるけど、まあ、Pro Max の情報も、まあちょくちょくこんな感じで入ったりとかしますよね、こことかもね。ただ、11 Pro で11 Pro マイナスMAX にすると、はい、こんな感じで iPhone 11 Pro のケースが上にバーッと出てきたりとか、 11 Pro、 11 Pro シルバーとか、まあ本当に11 Pro だけに、まあ割とね、集中フォーカスされた検索結果になっていることがわかるかなと思います。続いて3つ目はですね、完全一致っていう方法です。完全一致ってどういうことかっていうと、例えば単語の順番とか、2単語を1単語としてこう捉えて、それに一致するものを返してほしいみたいな場合に使うんですけども、どうやるかっていうと、このダブルコーデーションを、で挟みます。単語だからイメージとしてはこんな感じですね。 iPhone 11 Pro とか、まあ、ただこの iPhone 11 Pro だともう1個の単語として結構いろんな人が Google で検索しているので、まあ、1単語として検索されるんですけども、まあ、マイナーな言葉とか、あとまあ歌詞をね、こう完全一致で検索したい時とかっていうのを、使えたりするので、ダブルコーデーションで本当に囲むだけで簡単なので覚えていただきたいなということで紹介しました。はい、ということで今まで Google の検索術5つ紹介してきたんですけども、まあ、最後はですね、僕が普段検索する上で心がけているマインドセットみたいなものをお話しできればなと思います。2つお話しするんですけども、なぜその前に僕がこの動画を作ろうかなと思った、まあ、理由をお話しすると、最近ありがたいことに皆さんからたくさん YouTube のコメント欄いただいていて、まあ、できるだけ返すように僕もしているんですけども、その中で結構目立つなって思ったのが、僕に聞くよりも、まあ、Google とかでApple の公式サイト検索してみた方が、まあ、正しいし、まあ、最新のね情報が得られるし、まあ、もちろん簡単なことなので、そういうのをシェアすることによって、もちろん僕に聞くっていうのもいいんですけども、その人たちがこう自分たちググる力を持ってくれれば他のことにも応用できるなって思ったので、まあ、僕が普段心がけていることとか、まあ、使っている技みたいなものを紹介できればなと思って作りました。で、まず、一つ目はですね、公式をたどる癖っていうのを絶対につけた方がいいです。まあ、なんでかっていうと、まあ、ニュース記事とかもそうなんですけども、まあ、誰が言ってるのかとか誰が書いてるのかっていうのも、まあ、重要なんですけども、まあ、誰かね最初元となってる発言をしてる人がどっかにいるんですよ、インターネット上ね。なので、まあ、そこにこう辿っていく癖で、そこに、今自分が見てる媒体からこう第一ソースって言われるのが元にねこう辿っていく段階で、なんとなくねこう書いてる人の解釈の違いとかで若干違ったりしたりね、内容が、まあ、する場合もあるので、そこはなんか第一ソースをこう必ず見に行くっていうのを身につけておくと、その表面的なこの自分が得る情報だけじゃなくて、ちゃんとこの最初の言った人の意図みたいなのがまあ分かるなっていうので、絶対公式とか第一ソースをこう辿る癖っていうのをつけた方がいいなと思っています。最後はですね、ググってから人に聞こうということです。まあ僕もね、もう分からないことに対しては結構これって何みたいな詳しい人にすぐ聞いちゃったりもするんですけども、っていうよりかは今までの経験からある程度基礎的なことに関しては調べて、質問しに行った方が、聞く側もですね、聞かれる側も、まあ、ハッピーになることが多いなって思っています。聞く側の方からいくと、聞く側はまずなんとなくねしか知らないんで、なんとなくな質問しか作れないんですよね。なのでなんとなくな質問をこう詳しい人に投げかけても、まあ、なんとなくな答えしかそれ返ってこないんです、どう頑張っても。なのである、程度自分で調べることによって、まあ、内容の詳しいところは分からなくても、まあ、こういうものはこういうことなんだみたいな、なんとなくは理解できて、その状態でその分からないなんとなくの部分を、前面に出して、こうこうこうがこう分からないんだ、だからあなたに教えてほしいっていう質問の投げ方にすることによって、本当に何だろうな、ピンポイントで、解決されるような答えがすぐもらえたりするなって思っています。
そんな感じで質問の具体性を、まあ、時に上げ、まあ、時には抽象的にした感じで、まあ、うまくこう質問とかを、まあ、ケースバイケースでしていくことによって自分がこう欲しい情報にすぐ、得られるようになりますし、まあ、何よりねこう相手質問されるする側と質問される側、まあ、両方ハッピーになるということで、まあすごいそれは意識した方がいいのかなって僕が今まで経験してきて思いました。はい、ということで、まあ、ただの調べ方検索方法じゃ検索方法なんですけども、まあまあ、便利な機能もあったりとかキーワードで検索するときに技があったりとか、まあ、最後、まあ、僕が一番伝えたかったのはこのマインドセットというか、まあ、ちょっと伝わったか今は怪しいんですけども、あの持っていて、まあ、今後もね継続してこのググり方とかっていうところはちょっと、紹介できる動画作っていこうかなと思っています。関連動画としましては、1つ目 Google カレンダーの僕の使い方紹介した動画出していますので、ぜひともチェックしてみてください。めっちゃ便利。そして2つ目に Notion っていうアプリがあるんですけども、その Notion の使い方解説動画もあります。そっちもね便利。この2つのアプリはもう2大アプリで、そして何より一番大事なのが多分 Google のね検索するっていうのが僕が1日で一番使っているので、ぜひともこの2つですね動画チェックしてみてください。ということで、この動画が役に立ったら評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。本日の動画ご視聴ありがとうございました。ググり方一つなんですけども、コメント欄をねきっかけにちょっと1個値段にしてみましたが、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは毎週土曜日夜9時に、iPhone とか、Mac、iPad のですね活用術について発信しております。また来週土曜日夜9時に動画投稿しますのでお会いしましょう。最後までありがとう。ヨウタでした。バイバーイ。